三国志草莽の巻より良子教職の計ですね。この章では曹操は玄徳と呂布に二子教職の策略を図ります。そのくだりです。良子教職の計1、情報の部下が、徐行が今自分の幕下へ敵方の者を引き入れて何か密談していますと彼の耳へ密告した。徐行はたちまち疑って、引っ捕らえて正せと数十騎を向けて徐行の幕下を包みかけた。すると曹操の伏勢が立ってそれを追い退け、満朝は徐行を救い出して共に曹操の陣へ逃げてきた。曹操は望み通り徐行を味方に得て、近来第一の喜びだと言った。死を愛すること、女を愛する異常であった曹操がいかに徐行を優遇したか言うまでもなかろう。両方、感染の二人は奇襲を試みたが、徐行は敵方へ走ってしまったし、所詮勝ち目はないと見たので、南陽へと落ち延び、そこの演術を頼っていった。かくて、帝の御車と曹操の軍はやがて巨匠の都門へ着いた。ここには古い旧門、田楽があるし、城下の町々も備わっている。曹操はまず、宮中を定め、装備を造営し、寺院、館画を建てまして、京都の面目を一新した。同時に、旧臣13人を列侯に奉じ、自身は大将軍武平公という重職に座った。また、東照は先に、帝の勅使として来て、早々にその人品を認まれていたかの東照公人は、この際いち早く洛陽の霊に登用された。巨都の霊には、公によって満朝が抜擢された。淳育は自中少書霊、淳雄は軍師に、角下は芝採取に、流用は司空僧正に、斎徳は占領使に、加工順、加工円、僧人、僧侯など、直進中の直進はそれぞれ将軍に上り、学進、利天、徐行などの優勝は皆皇位に叙せられ、巨著、天位は都尉に挙げられた。たし、再々、曹操の権威はおのずから発行に振るった。彼の出入りには常に鉄鋼の精兵300が急戦激行をきらみかせて流れた。それに引き換えて、古老の長身では名のみ、大臣とか元老とか言われても日増しに影は薄れていった。また、それらの人々も今は全く曹操の羽振りに承服していかなる政治も、まず曹操に告げてから後に天子へそうするというふうに習わされてきた。ああ、一人除けばまた一人が起こる。関家の御運もはや西にいる日か。嘆く者もそれを声には出さないのである。ただ無力な鈍い人目のうちに泣いて、木造のごとく邸のそばに貯立しているだけだった。軍師、帽子、そのほかそうそうたる幕僚の将たちが通列に会員していた。真ん中に曹操がいた。免状、虹のごとき旗を立って大いに天下を断じていたが、たまたま劉備玄徳の噂が出た。あれもうちの間にか助手の大首となりすましているが、聞くところによると呂布を勝敗において扶持しているそうだ。呂布の言うと
玄徳の器量が結びついているのは知と将来の憂いかと思う。もし両人が一致して力をこなたえ集中してくると今でも知とうるさいことになる。何か未然にそれを防止する策はないか。曹操が言うと、糸安いことそれがしに政兵5万をお授けください。呂布の首と玄徳の首を蔵の両側に吊るして帰ってきます、と巨長が言った。すると誰か笑った。はははは、逆がめでもあるまいし。純育である。笑った口へ酒を運びながら帽子らしい細い目の隅から巨長を眺めていったのである。2、純育に笑われて巨長は口をつぐんでしまった。彼は自分がまだ知者の間に伍しては一野人に過ぎないことを知っていた。ダメでしょうか、私の策は。君の言うことは策でも何でもない。ただ勇気を口に表しただけのものだ。玄徳呂布などへなどという敵へそういう浅はかな観察で当たるのは危険至極というものだ。曹操は表を向き替えて、純育、ではそちの考えを聞こうじゃないか。何か明暗があるか。ないこともありません。純育は胸を正した。今のところここしばらくは私は不戦論者です。なぜなら戦闘の後旧門その他形はやっと整えましたが、莫大な建築警備施設などに多くを費やしたばかりのところですから。むむして、ですから玄徳呂布に対してはどこまでも外交的な手腕を持って彼らを自滅に導くをもって上策とします。それは同感だ。偽って彼らと交友を結べというか。そんな上等手段ではむしろ玄徳に利せられる恐れがあります。それがしの考えているのは二項教職の計という策略です。二項教職の計り事とは、例えばここに二匹の猛虎がおのおの三月に嘘吹いて風雲を待っていると仮定しましょう。二個ともに植えています。よってこれに他からかんばし餌を投げ与えてごらんなさい。二個は猛然本性を表して噛み合いましょう。必ず一個は倒れ、一個は勝てりといえども満身傷だらけになります。かくて二個の皮を取ることは極めて容易となるではございませんか。無いかにも。で、劉玄徳は今助手を領しているものの、まだ正式に小職をもって許されておりません。それを得として、この際彼に直を下し、合わせて密使を添えて呂布を殺せと命じるのです。ああなるほど。それが玄徳の手によって完全になされれば、彼は自分の手で自分の片腕を断ち切ることになり、万一失敗して手を焼けば呂布は怒って必ずあの棒湯を振るい、玄徳を生かしてはおかないでしょう。うむ。曹操は大きくうなずいたのみで、後の談話はもうそのことに触れなかったが、彼の腹は決まっていたのである。それから数日の後には帝の小直をこぶて直使が助手へ向かって立った。同時にその使者が曹操の密書をも合わせて携えていったことは想像に難くない。助手上に直使を迎えた劉玄徳は直配の式が済むと使者を別室にねぎらって、自分は静かに平城の高殿へ戻ってきた。何であろうか。玄徳は使者からそっと渡された曹操の使書を早速そこで開いてみた。呂布を彼は目を見張った。何度も繰り返し繰り返し読み直していると、後ろに立っていた張飛関羽のお二人が、何事を曹操から言ってよこしたのですか、と尋ねた。まあこれを見るがいい。呂布を殺せという密命ですな。
そうじゃ。呂布は共有。呂布は共有のみで、もともと気も欠けている人間ですから、早々の指図を用意しようとしてこの際、殺してしまうがよいでしょう。いや、彼は頼むところがなくて、我が懐に投じてきた球長だ。それを殺すは、貝取りをくびるようなもの。玄徳こそ、義のない人間と言われよ。が、不義の男を生かしておけば、ろくなことはしませんぞ。国に及ぼす害は、誰が責めを負いますか。次第に義に富む人間となるように、恩情をもって導いてゆく。そうやすやす善人になれるものですか。張飛はあくまでも、呂布討つべし、と主張したが、玄徳は従う色もなかった。すると翌日、その呂布が勝敗から出てきて途上した。ちょっと給水します。続きを読みます。3。呂布は何も知らない様子であった。彼はただその日、十尾玄徳に勅使が下って、正式に助手の僕の院主を拝したと聞いたので、その祝辞を述べるために玄徳に会いに来たのである。で、しばらく玄徳と話していたが、やがて自死で長い廊を悠然と下がってくると、待て、呂布と物陰で待ち構えていた張飛が、その前へ踊り立って、一命はもらったと言うや否、体験を抜き払って呂布のチョークを真っ二つの勢いで切りつけてきた。あっ、呂布の靴は敷き詰めてある牢の画章をパッと蹴った。さすがに油断はなかった。七尺近い大きな体育も軽々と後ろに飛び交わしていた。貴様は張飛だな。見たらわかろう。なんで俺を殺そうとするか。世の中の怪物を覗くのだ。どうして俺が世の中の怪物か。義なく、切なく、離反常なく、そのくせ生半可な武力のあるやつ、行く末国家のためにならぬから、殺してくれと、家計玄徳のところへ早々から依頼が来ている。それでなくても平常から、何時はこの張飛から見ると、傲慢、不遜で気に食わぬところだ。覚悟をしちまえ。ふざけるな。貴様ごときに俺がこの首を授けてたまるか。諦めの悪いやつが。待て、張飛。待たん。滑然と二度目の剣が空間になった。切り損ねたのである。誰か後ろから張飛の肘を押さえて抱き止めたものがあったからである。えい、誰だ、邪魔するな。これ、静まらぬか、愚か者めが。あ、家計か。玄徳は声を励まして、誰がいつそちに向かって呂布殿を殺せと言いつけたか。余計はこの玄徳にとっては大切な客分である。我が家の客に対して剣を用いるのは、玄徳に対して矛を向けるも同じであるぞ、と叱りつけた。チェッ、こんな根性の悪い触覚を、かけは一体何の弱みがあってそうまで大事があるのか、了見がわからない。黙れ、無礼な。誰にですか。呂布殿に対して何を、バカな。張飛は横へ唾を吐いた。しかし玄徳に対しては絶対に弟である、目下であるということを忘れない彼である。じっと家計に睨みつけられると、不平満々ながらやがて靴音を鳴らして立ち去ってしまった。お許しください。あの通りなだだっこです。まるで子供のように単純な男ですから。張飛の乱暴を詫び入りながら、玄徳はもう一度自分の室へ呂布を迎え直して、今張飛が申し言葉のうち
早々から帰郡をさせと見つめがったということだけは本当です。が、私にそんな意思がないし、またいらざることを帰郡の耳へ入れてもと考えて、黙殺していたわけですが、お耳に入ったからには明らかにしておきましょう。と早々から来た密書を呂布に見せて疑いを解いた。呂布も彼の誠意に感じたと見えて、いや、よくわかった。察するところを早々はあなたと自分との仲を裂こうと図ったのでしょう。その通りです。呂布を信じてください。誓って呂布は不義をしません。呂布は帰って感激して下がった。その様子を密かに伺っていた早々の使者は、失敗だ。これでは二個教職の刑も何の意味もない。と苦々しげにつぶやいていた。不良子、教職の刑でした。